戦乱ニンニン忍者大戦ネプチューン、少女たちの共演。何これ、空が泣いている。嫌な感じ。アル姫、ここは現次元、無数の忍者と流派が存在する戦乱の世、ゲーム忍界。いくつかの大国といくつもの小国に分かれ、それぞれが権威ある大名によって治められ、長きにわたり覇を競い、あら各国は独自の流派を持ち、頂上の戦闘力を有する忍者を抱え、戦とは忍者同士で直接対決を意味するようになった。鳩の国、この世界の二大勢力の一つ、コマンド術式により強力な武具を操るコンパ流の忍者を擁する中央の大国、マーベ国、この世界の二大勢力の一つ、アクション術式により身体能力を強化し戦うハニバ流の忍者を擁する東の大国、この二大国の対立、戦は激しく深く熱く、幾千の、いや万の夜を越えて。今宵もまた今夜こそ鳩の国のシェアクリスタルを破壊させてもらいます。それが私たちの任務ですから。また私たちにやられるだけなのに、よく来るわよね。コンパ流の強さを思い知らせてあげる。さあみんな、やるわよ。任せてと言いたいところだけど、見せ場はもう作ったでしょ。今日はお開きでいいんじゃないかしら。そんな、せっかく来たのに。ねえネプちゃん、最近冷たいよ。技を磨き合った仲だったのに。昔は昔、もういい加減天守閣でやり合うのはやめましょう。後で私たちが壊した瓦を直させられるのよ。確かにそれは大変そう。なんかごめんなさい。おいアスカ、パープルハートの相手はするな。どうも調子が狂うんだよ。それよりもっと骨のあるやつがいるだろう。ピリピリとした殺気をぶつけてくるやつがな。私のことか。てめえらを見てるとイライラすんだよ。戦うのもめんどくせえ。消えてくれるなら見逃してやるぞ。ものは言いようですわ。戦うとどうしても目に入ってしまいますものね。聞き飽きたでしょうし、あえて言いませんわ。だからブランは戦いたくないのでしょう。るせえ、ペールだって早く終わらせたがってたじゃねえか。それはそうでしょう。夜も更け、エンジョイ勢は落ち、ガチ勢のみが残る魔の時間帯、これからという時に。早々にお帰りいただきたいですわ。いい加減にしてください。これがコンパ流最強と謳われる女神四人ですか。あなたたちのようなふざけた存在は許せません。
そうよ、せっかく来てくれたんだから真剣に相手するのが私たちの役目でしょ。ブラックアートさん、やはり女神4人の中でもあなただけは忍びですね。勘違いしないでよね。別にあなたたちのために言ってるんじゃないわ。これは私たちのためなんだから。褒められて嬉しそうね。夜中に会いに来てくれるからってまさかノワール、友達だって思っているんじゃないでしょう。そんなこと思ってないわよ。全員無駄口を叩きすぎだ。やる気があろうがなかろうが関係ない。敵のことなど気にせず任務を遂行するだけだ。そうだね。なんだか女神四人と戦ってると話しちゃって。まあ長い付き合いだからな、そんな関係にもケリをつけるとしよう。ああ、私たちは任務に従う。シェアクリスタルを破壊する。みやび、悪の誇りを舞い掲げる。任務に従う、さすがはハニパ4人。それならば仕方ありません、存分に可愛がって差し上げますわ。こっちのセリフだ、がっかりさせるなよ。ホムラ、舞順じよう。懲りねえ奴らだ、二度と来れねえよ、ぶっ潰してやる。その不尊な態度、改めさせてあげます。ユン、鎮魂の夢に沈みましょう。やっと盛り上がってきたじゃない。こっちはいつでもいいわよ。帰り討ちにしてあげるわ。これも忍びの定め、悪く思わないでください。アスカ、舞い忍びます。結局こうなるのね。女神の力、思い知らせてあげる。いざ。砲撃？一体どこから？あれを、上に巨大な物体が浮いていますわ。空中戦艦でしょうか。はっはっは、見たか、マーベ国の力。ハートの国ももう終わりだな。いや、そんな話は聞いていませんし、あれは見たこともありません。ハニパ4人が知らないのなら、鳩の国の秘密兵器ってことかしら。あなたたちの命運もここまでのようね。おい、なわけねえだろ。自分たちの城に向けて砲撃するやつがどこにいるんだ。また撃ってきます。皆さん避けて。じゃああれは一体何なの。空中戦艦から光の柱が、何か降りてくるわ。ステータスクリア、ミッションスタート。機械の忍者。あの空中戦艦といい、見たことのない連中ね。エネミー、交渉を開始する。通告する。選べ。降伏か、滅亡か。はぁ、上等だ。どこのドイツか知らねえが、君は荒らしてタダで済むと思うんじゃねえぞ。秘密兵器かと期待して損しましたが、しかし私には時間がありませんね。そろそろ片付けて切り上げますわよ。交渉決裂。フェーズ2コンバットオープン。まだ降りてくるの？みんな、カッコ撃破するわよ。こっちにも来るよ。よくわからんが、
かかってくるなら倒すまでだ。仕方ありませんね。助太刀しましょう。この混乱に乗じればシェアクリスタルを破壊するチャンスだが。みやびちゃん、分かっている。もし破壊できたとしても勝てない。隙をついたと言われてはかなわない。行くぞ。デストロイ。あなたの相手は私。さあ行くわよ。私に任せなさい。
終わったわね。ネプチューヌ、そっちも終わったようね。あの空中戦艦はもう見えないわ。一体何だったのかしら。機械忍者たち、よく訓練された動きでしたわね。どこの流派でしょうか。それとどこの国かだろう。あんなでかい空中戦艦を所有するくらいだ、小国とは思えねえ。イースンなら何か知っているかもしれないわ。状況の報告と合わせて聞いてみましょう。ネプちゃん、大丈夫ですか。ええ、問題ないわ。アスちゃんたちも無事だったようね。よかった。マーベ国もあの空中戦艦のことは知らないのよね。なあ、少なくとも私たちは知らない。はい、マーベ国のことも心配です。今宵はここまで。決着は次の機会に預けておきます。これからって時に邪魔が入ったな。次は今回の分もとことんやり合おう。そうだな。私もいい加減この長い戦に飽き飽きしてるんだ。それはこっちのセリフよ。いつでも相手になるわ。それどころじゃなくなるかもな。そうですわね。私もなんだか胸騒ぎがしますわ。はい、私も胸がざわざわします。だから私はなんだかイライラするんだが。ブラン、落ち着きなさい。無理に反応しなくていいから。それじゃあ、アスちゃん、手伝ってくれてありがとう。また会いましょう。はい、ネプちゃん、お疲れ様でした。なんだそりゃ、私たちは敵同士だぞ。分かってるけど、つい俺も言ってもらったし。それもアスカさんらしいですね。それでは失礼します。お前らの相手は私たちだ。よくわからん連中にやられるなよ。ではな。言ったわね。よっと。ネプー、なんか疲れたね。アシちゃんたちは今から帰るなんて大変そう。私たちはイストワールに報告ね。夜更けだけど大丈夫かしら。これだけの騒ぎですし、イストワールも起きていますわ。呼び出される前にさっさと済ませてしまいましょう。そうね、それじゃあ行きましょう。それにしても今回のコラボってブランにしてはハード。ナイトメアかな。うるさい。皆さん、遅い時間にご苦労様です。さらにハニパ流の忍者と謎の機械忍者の対処ありがとうございました。それでは何があったのか報告していただけますか。それじゃあ私からするわね。いつものようにハニパ4人からの襲撃があり、私たち女神4人は迎え撃ち。ノアルが説明している時間を利用してキャラクター紹介といっちゃうよ。まずはノアルから。ラステの里の頭目で変身した姿はブラックハート。真面目で責任感があって周囲にカビを作っちゃうタイプなんだけど、本当は寂しがり屋だから仲良くなると冗談言ったりする。素直になればいいのになかなかなれない。つまりツンデレだね。お次はブラン。ルウィンの里の頭目で変身した姿はホワイトハート。本を読んだり書いたりするのが好きで、普段はおとなしく物静かけど怒ると怖いんだ。ストレスがたまりにたまっちゃうとぶち切れちゃうから気をつけて。この子はベール。リーンの里の頭目で変身した姿はグリーンハート。大人な雰囲気で緑茶をたしなみ仕事もできる完璧な女性というのは表の顔で、
本当は部屋に引きこもって寝る間も惜しんでゲームをやり込んでるんだよ。この小さいのはイーズン。本当はイストワールって言うんだけど、イーズンのが可愛いでしょ。後の国の大名だから一番偉くて、私たちに指示を出しているのもイーズンね。最後に私がこのゲームの主人公ネプティアヌ。プラネの里の盗賊で変身した姿はパープルハート。みんなコンパニオンの忍者だよ。いきなり忍者になったもんだからびっくりしなかった。今回はタイトル通りテーマは忍者、和風の世界観。そう来るとは思わなかったでしょ。まあこんなとこかな。コンパ流と鳩の国とかどこかで聞いたような名前ばっかりだけど気にしないで。そろそろノワールの話も終わるし、またね。ちょっとネプチューン、聞いてるの？今どこかへ行ってなかった？人が大事な話をしているっていうのに。仮にも大名の前なんだから真面目にちゃんと聞いてなさいよね。あれ、ノワールの説明ってもう終わってたの？そこは空気を読んでちょうど終わりましたって感じにしてくれないと困るんだけど。そんなの知らないわよ。勝手に困ってなさい。今は一通り報告が終わって、イストワールは急ぎ確認することがあるとかで退席中。あれから30分、そろそろですわね。皆さん、お待たせしました。イストワール、何かわかりそう？いえ、わかりません。少なくとも私の知識にはありません。ですが、ネプ、何何、どうしたの？これは何事ですか？皆さん、外を見てください。そんな、空に映像が。見せかけだけの戦国の世でぬるい馴れ合いを続けている忍者諸君、It's an honor to meet you。 お初にお目にかかる。ミーはサイト流のマスター、ヨウゲイマだ。はじめましての挨拶代わりにユーたちにちょっとしたプレゼントを贈らせてもらった。気に入ってもらえたか、レッツゴー。はい。私たちはこのスチームノバでの移動中、上空を通過した全ての国に我が機械忍者軍団の一部隊を送り込みました。ミーからのプレゼントさ。そしていくつかの国をすでに落とさせてもらった。そうだな、レッツゴー。はい。楽しんでくれたなら幸いだ。日頃のお遊びではない圧倒的なリアリティを体感しただろう。ストイックで強者のみが支配する戦場を。これってさっき襲ってきた機械忍者のこと？そうですわね。内容から考えて、先ほど戦った忍者の仲間、その指令を出している盗賊に間違いないかと。話している場所は空中戦艦の中かしら。サイト流ってのも聞いたことないわね。あと、いくつかの国を落としたって言っていたわ。それって私たちみたいに機械忍者に襲われたけど撃退できなかった国があるってことよね。使えるべき主をなくし路頭に迷うこととなった忍者の方々も多いはずです。ですが安心してください。私たちのサイト流は軍門に下る忍者には広く門戸を開いていますから。そう、我ら機械忍者軍団スチームレギオンは忍者なら雇用相談無料。聞け、ミーのサイト流、ミーのシュート術式こそがユーたちの及ばぬ高い技術力をもって無敵。
腐敗であることを知らしめるため、ここに世界最強の流派を決める超忍者大戦の開戦を宣言する。世界よ、これが忍者だ。超忍者大戦？サイト流にスチームレギオン、ユー・ゲイマとテツコと呼ばれていたわね。イストワール、何か知っている？いいえ、わかりません。やはり私の知識には何も。一体何がしたいのよ、あいつらは。自分たちで攻めておいて安心しろっておかしいんじゃないの？あのお二人の言っていたことが事実なら、立ちが悪いですわね。それは残念ながら事実です。調査中だったのですが、先ほど確認しました。ほんの数日の出来事です。あんな巨大な空中戦艦が攻撃してきて、しかも機械忍者がわらわらと降りてくるのよね。ええ、すさまじかったですわ。まさか敵の戦力があれほどとは。すごい科学力をお持ちのようですわね。一度でいいから、空一面の大きな画面で世界中のプレイヤーと対戦をしてみたい。あまりのことに私も衝撃を受けましたわ。あなたね、珍しく動揺してるかと思ったらそんなこと考えてたの？ある意味、ベールが一番相手の実力を理解していたとも言えるわね。さすがに機械忍者たち多すぎて大変だったよ。アシちゃんたちが私たちに協力してくれて助かったね。それです、ネプテューヌさん。イーズン、女神4人の皆さん、これからあなたたちに新たな使命を与えます。新たな使命？とても重大な使命です。鳩の国、ひいてはゲーム人会の命運を握ります。それって、この世界の非常事態に打てる手はもはや一つあるんですの？手が。私たち鳩の国は長年の宿敵マーベ国およびハニパリューと共闘し、スチームレギオンと戦います。